こと特集高気味が1000メートルで2位、小平3位、スピードワールドカップ。スピードスケートのワールドカップ、ワールドカップ第1戦第2日は13日、ポーランドのトマショフマゾリーウツキで行われ、 女子1000メートルで高木美穂、日体大職が1分15秒38で2位。小平奈緒、愛沢病院が3位に入った。ブリタニーボー、米国が優勝。女子500メートルはエリン・ジャクソン、米国が37秒55で2連勝し、小平は37秒78で3位。 ゴーアリサ、イオテツクは7位。女子団体追い抜きで、高木美、佐藤綾のアナ・オシギリ・ミサキ、富士9の日本は2位だった。高木美、ブストに、干渉女子1000メートルの高木美は、タイムこそ今一つだったものの、二期ぶりとなったワールドカップで表彰台に立ち、まずは存在感を示した。軽快な滑りで、 丁寧に氷を捉えて加速。同窓した強敵ブスとオランダに最後は大差をつけてゴールした。久々の国際大会に向け、楽しみでもあり、不安もある。いろいろな気持ちをぶつけたいと語っていた高木美。オランダ勢や他国のライバルたちも状態は整っていると言い難く、探り合いの様相だが、 きっちり上位は確保した。小平奈緒の話。500メートルは前日の修正をしきれなかった。初戦なので、ここから上げていければいい。1000メートルはいきなり表彰台に上がれるとは思わなかった。共同。